どうも、ダークセイバーです。漫画やアニメで好きな独身能力持ちキャラの打開方法を教えてに対する視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。考えなくても体が動く攻撃が早すぎて読んでも意味がない。いっそめちゃくちゃに攻撃する思考薬と行動薬の分離歌を歌って心を空っぽにする。どうせ聞こえるなら聞かせてやるさ ETC みんなはどんな方法が好き？漫画、ゲームもか。早すぎてに近いけど心を読んでも意味ない一直線の力任せな範囲攻撃。まっすぐ行ってぶっ飛ばす、右ストレートでぶっ飛ばす。脳内読んだら廃人になるようなイメージ。レバガチャ戦法。エマル妄想。ハレンチ。それに加えて彼女にリモート操作してもらって独身されても全然違う方向に回避するという二段構えの策だったな。エマル妄想思考放棄で勝利したドモン。あれ敵も強かったからな。脳筋ブルファイトならなんとかなるかもしれないが、絶妙に思考が生まれる距離で戦わされているという。ワンピースの悟り戦みたいに動けないから心を読めてもどうしようもないのが好き。ダービー弟戦の思考薬と行動薬の分離も好きだけど、ギャンブル系の独身おキャラとその対決って他だと何が有名かな。ダービー兄弟戦のオマージュと言われてるけど、仮面ライダーダブル主人公は二人で一人の仮面ライダーに変身するんだけど、ベルトをつけている間に限り、二人の思考をリンクすることで相方の体を動かせるという特性を活かし、天才的な先読み能力を持つギャンブラー相手にババ抜きで勝利した相方が引こうとするカードと逆のカードを先に引いた。ちゃんと自分で策を練った上で能力で自分自身に作戦を忘れさせる。思考量がとんでもなくて思考を読む速度が追いついていないとか好き。心のない哲学的ゾンビ。相手の能力を分析して心を読む対象を変える。ヘクソンはまさに複数人でかかっても読まれてダメだった相手なんだよな。普通にやると攻撃をかわされるから、かわされないようにそこら辺を大爆発させる。ラッキーマンの世直しマン、無意識に相手のものを盗むくらいスリが体に身に染みついているヒーローが、攻撃された時とっさに心を読むアイテムをすり取ったことで独身を封じられた人。でもこの人、独身能力はそもそも独身マシーンの元々の持ち主だったヒーロー神を実力で倒して、奪ったもので独身自体はあくまでダメ押しでしかないってのが好きよ。ただの無心の攻撃だと普通に対応するというガチ強者。考えていることが難しすぎて読んだところで理解できないこの漫画で登場した撃退法。主人公は考え事をしていただけ。思考薬と行動薬の分離で嘘の作戦伝授対話に。仕込まれた測定器を耳ごと取り外して別のやつに持たせる。なんこの言語知らない。アンマル。恐怖とはまた違うけど、生理的に受け付けないことばっか考えてるやつ。裏切るときはガチで裏切ってるから勘の鋭いやつもくぐり抜けてしまうやつ、いやええんかそれ。例を挙げろと言われたら思いつかんのだが、これ普通に3、4人でかかれば楽勝じゃね。同時に3つも4つも心の声聞こえたら体どころか頭も追いつかんだろ。ガンダム00映画の ELS は数が多すぎて処理が追いつかずに処理落ちまたはショートして機能停止するってパターンかな。タイバニのジェイクの倒し方が印象的。独身能力だと途中で気づいたコテツがあいつの能力は超聴覚だから音響弾を使えと相棒に嘘を吐いて。音響弾は助けど実は先行弾でジェイクは心読んで音響弾だと思ってるから耳を塞いでもろに光を食らった。独身に気づいたきっかけが無心で放ったかかと落としすっ転んだだけが当たったことで確信に至ったのが一般に公表されてない本名で呼ばれたってとこなの好き。劇画シーンが何かと話題の暗黒たまたま大追跡だが、しんのすけの頭の属シーンも謎に感動的で好き。慰め音符包みんで、そして音符ケツバレた音符音符おーおーおお。独身に頼りすぎてたせいで一定以上のスペックや技量持ちには追いつけない。単純な読みを上回るスピードではなく、磨き抜いた技ってのも渋くて良いな。初期のドッポがバキにやってた攻撃するところを予告していて、しかもスローモーションのような攻撃なのに、なぜか防げないってやつ。少し前にあった心が読める男の子のじゃんけん大会の漫画良かったな。最後が VS 未来史だったか。マジでスレミンの FV 性癖読ませればドン引きして好きが生まれるんじゃね。独身というより予知への対策で使えそうなやつだけど、あらかじめやるべきことをいくつか考えておいて、相手がどう動いても対応できるようにしておくってのがあったな。相手に手を読まれても後の先で動けるくらい強くないとダメだけど、
めちゃくちゃ心が綺麗な恋人を呼ぶ。バカ野郎。ワンピースの悟り、お前、俺たちの動きを読めるのはすげえけどよ、いくら読めても避けられなかったら読める意味ねえな。頭のネジがいろいろぶっ飛んでるやつ。独身とは少し違うんだけど、レールガンの職峰が見せた自分が負ける前提で記憶操作を施しておくってのが好きだわ。単純に2対1でよくないか。クレヨンしんちゃんの映画ヴィラン、ヘクソンは多人数に囲まれても全部攻撃避けて全員ぶちのめしても息切れすらしてないってチートなんだよな。あいつ運次第では中盤の下手な10連射でやられてた可能性もあるのよ、ない腕だって褒めてたし。あの女刑事、銃の命中率が壊滅的だから心を読んでもその通りに銃弾が飛んでくるわけで、はいという独身キャラにとっては初見マルシでもあるんだよね。まあ狙った位置には絶対に当たらないから、バレたら簡単に対処されちゃうんだけど。なので避けなかったら最後は普通に当たった。それ独身能力以外の部分が強い人では。独身対策されただけでクソ雑魚になったけどな。一応オカマ連中も強者だから。劣化の炎の土門が英知妄想で敵の女の独身封じたのは笑った。自分使った英知妄想されたらそりゃ独身したくなくなるわ。単純に独身を使ってたキリンが英知耐性ゼロの生娘で、英知妄想の内容や股間の富士山などのショックに耐えきれられくて気絶しただけだぞ。百戦錬磨のエロいお姉さんとかが相手だったら妄想に実感が伴ってないとか言われて逆にダメージを受けていたかもしれない。使い手を選ぶタイプの魔道具なんだろうけど、裏世界の住人とは思えないレベルの善性と羞恥心があるキリンは絶対心眼向いてない、悪用はしないだろうけど、あれ持ってても大丈夫とみなされるほどにまともな子だからな。なお、心を閉ざすとかいう謎技術で独身を封じて倒す劣化ママという女忍者。いや、どもんは英知妄想で暴走してたから相手の声なんて全然聞こえてなかったよ。柳が風子の名前を出して止めなかったら18禁展開言ってたね。肩に放棄心ぶっ刺さっても構わず向かっていったからな。アスランも相手がチェリーだったから通用したわけだしな。そう考えると意外と有効範囲狭いんだな。アスランの場合は本来独身を対策はリモート二人羽織作戦だけだったのがダメ押しで英知妄想攻撃も入れたら相手が童貞で効果抜群すぎたから、あれ、本来はリモートへの切り替えをごまかすのが目的で修羅が動揺しまくったのはおまけ。思考を暗号化する。聞いたろうが悟り妖怪相手にそれやってたね。運行部長とダービー弟よね。フェイバリット対独身おキャラはダービー弟はつよつよ能力のせいで慢心しすぎて雑魚戦法で破れるっていうありそうでなかった倒され方だと思う。相手ジョセフになってるんだし独身をやめてガチればよかったのにな。城太郎と勝負しているつもりが実はコントローラーを操作してたのはジョセフだってことに負けるまで気づかなかったのが勝負の分かれ目なのに、神目線で相手はジョセフだからなんて言ってもな。ダービー弟戦のポイントは独身を能力に絶対の自信を持ってるってとこ。傲慢な部分が前置きでキャラ紹介してくれたし、スタンド能力に頼らず普通にゲームすることは自身の能力が役に立たない不完全だと認める行為だったということ。それがダービー弟にはできない非常に秀逸な戦い。しかも見下してた兄貴だったらこの方法じゃ勝てなかったと城太郎が示唆するのもより完成度を上げてる。結果から言うならこの兄弟がオインゴボインゴみたいに連携してきたら第三武官だったんだよね。圧倒的に格上の敵が普通に叩き潰す。ダミアンママを呼ぶ。バトルものじゃないけど、二階堂ふみが主演のレンドラは設定が面白かった。目を見た相手の心がわかるんだけど、外国人の心の声はその国の言語だから何考えてるのかわからなくて、そこからラブコメがあって作品。設定による表層の言葉通りでしか読めないか、思考が読めるのかでシードフリーダム3人が違った対策だけど、心を読まれても関係ない速度と規模の攻撃戦闘と関係ない別のことを考えるのと距離にいる。他人に遠隔操作させる無心で戦って心を読ませない。と思考を読む敵に対してはフィクションにおいてポピュラーな対抗をしてるんだよね。ちょっと絵面がハレンチだったり面白すぎるだけで。シュラコ舐めてました。あいつの性欲をシャバにいられるギリギリの性欲だと思います。いや本当かなりムッツリスケベだったから普通の人でもドン引きはする。ゴムゴムのタコ花火ゴムの特性をきちんと利用してて好き。
単純な戦闘力で勝てる相手なら下手に戦略練らずに野郎ぶっ丸してやるみたいな思考で埋め尽くした方がやれそうではある。ゲイナー君のやり方。あの告白を読みに記事開いたまである。心を読んだ女性が驚愕するほど常時英知なこと考えてるビンスモーク三次さん。ショットガンで撃つ。遊戯王の入れ替わって読めなくする策は初めて表人格と裏人格が協力す展開だったのもあって熱かったな。ペガサス戦で心読まれないようにするための遊戯と闇遊戯のマインドシャッフルは大ってなったな。のぞき見 VS 二人がかりの戦いと思うと複雑ではあるが。海津さん VS 斎藤が一番ポピュラーじゃない？挑発で精神を乱れさせて独身王の精度が落ちた瞬間に渾身の一撃を叩き込む。別に斎藤の挑発で海津の聴覚がおかしくなったりはしてないだろ。挑発に乗って姉に行動を封じようとして逆手に取られてやられたけどな。あいつは筋肉や骨が動く音と心拍数で相手の動きと大まかな心理状態がわかるだけで思考までは読めないぞ。アームスで融合の独身を無効化するために心を閉ざすとか精神のシールドで読めなくするとかやってたけど、具体的にどうやればできるんだろ。MGS でも偉い人はタイエスパー用の訓練で心を読めなくしてるって話があったな。X 面のサイクロップスが長年テレパシストと付き合ってたせいですでそれできるようになってたんだよね。恩師と歴代ヒロイン2人が世界最強クラスのテレパシストだからその3人でも覗けない精神のブラックボックスができた。そのブラックボックスに厄介な精神生命体をあっさり封印できてしまう。読んだ方がダメージ受けるような心の闇を見せる守護霊を呼ぶ。バトルものじゃないんだが高台家の人々面白かった主人公が変な妄想ばっかりしてるのに心読める人みんな落ちてた主人公が優しい性格なのもあるけど赤目が切るの赤目 VS 残酷だと単純に心が読めても動きについていけなければ意味がないのと武器の強度の差で押し切ったな。ターちゃんが英知本読んでから戦って術者を発狂させてたわ。風の聖魂の読んだ時点で独身おそばが積むまでの流れを立てるが好き？めちゃくちゃ頑張って致命の一撃を回避してたけど。しかも上空戦無から叩き落としたら死ぬなんて当たり前という思考で、相手に読ませず始末するオチも最高。気絶してるのび太を操って攻撃して妖怪悟りを仕留めたオードライは気絶している人の思考は読めないですからね。心を読める秘密道具をジャイアンに取られたエピソードと同じ戦法なんだよな。未来予知もそうだけど相手が反応できない攻撃ができれば勝てる。アイゼンの強化水月はユーハバッハの未来予知にすら効いたが、思考盗聴ができる相手だとどうなんだろう。コントローラーを 2P 側の端子に刺す。それはサイコマンティス。相手が毒心するに耐えないことを思うのが好みお手軽だから。